ハンスプ・フィッツナー。ハンス・エイリヒップ・フィッツナー。1869年5月5日モスクワ。1949年5月22日。ザルツブルクはドイツの作曲家、指揮者。ロシア帝国に生まれ、オーケストラ団員で、バイオリン奏者の父親から、早期の音楽教育を受ける。1872年に家族に連れられ、フランクフルト・アムマインに移住する。 早くも11歳で諸女作を手掛けているが、現存する最初の作品は1884年に作曲した歌曲集である。1886年から1890年までフランクフルト方法音楽院において作曲をイバンクノルにピアノをジェームス・クバストに指示した。1892年から1893年までコブレンツ音楽院に学び、 1894年には、マインツ市営劇場で無休の指揮者見習いを務めた。翌1895年には、マインツで最初の二つの大作、歌劇、哀れなハインリヒ、デアアーマハインリヒと、イップセンの儀曲のための不随音楽、ゾルハウクの祭り、ダスフェスト・オフェソルハウグとが初演された。1897年に、ベルリンのシュテルン音楽院に教師として赴任し、 1898年に、恩師クバストの娘ミミと結婚する。1903年に、ベルリン西部劇場の初代学長に就任。同年には、長男パウルも生まれた。1905年に、グスタフ・マーラー配下のウィーン宮廷歌劇場において、2作目の、歌劇、愛の園のバラ、ダイ・ローズ・ボム・リーベス・ガートンが上演される。1906年には、ジナ・ペーターが、 1908年には、カズメ・アグネスが生まれた。1908年に、家族連れで、シュトラースブルク、ストラスブールに移り、シュトラースブルクフィルハーモニー管弦楽団の公共演奏会と、シュトラースブルク私立音楽院を監督した。1910年には、シュトラースブルク歌劇場の音楽監督も引き受け、演出家としても活動した。1913年には、守備よく、 教授に任命されている。1917年にミュンヘン摂政宮劇場においてブルーノ・ワルターの指揮により、今なおプフィッツナーの代表作として知られる音楽的伝説パレストリーナが初演された。ハラン・丈の戯曲の頂点において芸術作品を及び芸術家の自立と社会的要請との緊張関係がルネサンス時代を舞台に繰り広げられる。 パレストリーナは、対立する聖職者の一団を和解させるために、ミサ局を作曲しなければならなくなる。パレストリーナはそれを拒んだために、異端新聞書による迫害を覚悟せざるを得ず、自殺も考える。孤立無縁でいたところに、突然の霊感がひらめき、パレストリーナは、ミサ局の筆を取る。もはや注文のためでなく、自分自身のために。トーマス・マンは、 1917年10月に発表した短い随想、パレストリーナ、パレストリーナの中でこの過激の価値を認め、後に、辞書、非政治的人間の考察、ビトラチューンジェニアンズ・アンプルイタスケンの中でも、腐縁して取り上げている。プフィッツナーは、第一次世界大戦前後のモダニズムを徹底して、嫌い、政治的にも、文化的にも、保守主義者を押し通そうとした。そのため、 ブゾーニの新古典主義やヒンデミットの新植物主義、新ウィーン学派の表現主義音楽や無調シュレーカーのフランス印象主義音楽への接近を、いずれも破壊主義として、忌憚なく攻撃し、ドイツ音楽の凋落と急断した。1917年にプフィッツナーは、ブゾーニの新音楽美学論、イントワーフィナーネウエンがステティックデアトンクンストに当てつけて、 未来主義者の危険、フーチャー・エステン・ジェファーを公表する。音楽における進歩という抽象概念を、プフィッツナーは跳ね付けた上で、ブゾーニへの傍注として、シェーンベルクやヒンデミットにも目配りしつつ、未来の音楽というものが、どのように構成されるのをめぐる施策と対峙する。1920年には、音楽的不能の神理学腐敗の兆候 ダイノイアステティックデアムージークリーチャニンポテンズエエンバーウィスンスシンプトムを上司した。プフィッツナーは同書において、新音楽という概念を作り出したパウルベッカーを攻撃し、逆にショーペンハウアー以来想定されてきた着想の美学という持論を改陳してみせた。本書でもそうだが、プフィッツナーの理論的な著作においては、自身の芸術活動に裏付けられた根本となる。 同期が、ほとんど例外なく、非合理的、排外主義的で反ユダヤ主義的な論争に塗り込めれるのがわかる、非ドイツ的、ウンドイッチとか、国際ユダヤ主義、インターナショナルズジュダントムといった言い回しが、向けられるのは相変わらずである。最後にして、最大の著作となった、創作と演奏、ワークンとビダーガービー、1929年においては、 テクストと音楽から厳密に生ずるオペラの舞台演出について実践的な提言をした。1918年に他の芸術家と共同でハンス・プフィッツナードイツ音楽協会ハンス・フィッツナー・ファー・イン・エフ・アール・ドイツェ・トンクンストを創設する。第一次世界大戦後にエルザスイコール・ロートリンゲンがフランスに活上されたことにより、プフィッツナー家は1919 19年に シュトラースブルクを去って、アマーコ付近のウンターショーンドルフに引っ越し、1919年及び1920年は、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務め、やはり1920年には、プロイセン芸術アカデミー作曲家のマスタークラスを主催した。ヨーゼフ・フォン・アイヒエンドルフの詩による、ロマン主義的カンタータドイツ魂について、フォン・ドイチャー・シール。 1921年に加えて、ピアノ競奏曲編保町長,長1922年や、ヴィオリン競奏曲路担長1923年、及び、弦楽史重奏曲 A 破担長1925年、公共曲 A 破担長の原曲といった、最も重要な器楽曲が、この時期に完成された。いずれの作品も強烈な表現意欲によって、 伝統的な火星法の極限までが追求されている。1926年に耳夫人に先立たれてから作曲した合唱幻想曲、メイド、ダスダンクルライヒ。1930年に同じことは、当てはまる。メイドは、ミケランジェロやゲーテ、コンラート・フェルディナント・マイヤー及びリヒャルト・デーメルの詩による哀悼音楽である。1929年には歓を記念して、 代々的に公式の祝賀会が行われた。1930年に住所をミュンヘンに移し、翌1931年、最後のオペラ、心ココ、ダス・フェアーツを作曲する。1934年に、ミュンヘン私立音楽院を退職して、年金生活に入り、その際に、プロイセン州首相ヘルマン・ゲーリングと意見交換をしている。1936年に、 長男パウルに先立たれ、翌年には、次男、ペーターや長女アグネスと不和になる。1939年に、マリシュトール、マリストールと再婚した。生誕70周年の祝賀行事は、10年前よりも、制裁を欠いた。娘アグネスは1939年に自ら命を絶ち、次男ペーターは1944年に、ソ連にいた。 1942年にプフィッツナーは、ニュルンベルク付近の爆撃によって、移動中に乗っていた寝台車が完全に破壊されたにも、かかわらず、臭いともども乱を逃れた。1943年には、爆弾がミュンヘンの自宅を直撃したため、ウィーンのロダウン地区に引っ越しを余儀なくされた。1945年にガルミッシュイコール、パルテンキルヒエンに避難して、難民収容所に入れられた後、 ミュンヘンイコールラーマースドルフの養老院に移っている。1948年には、ナチストイン追放の枠組みの中で、ミュンヘン避難地カ審査機関により、法律と関係ないと、格付けされた。1949年に、ザルツブルク訪問の折に二度目の脳卒中を起こして、亡くなった。亡骸は、ウィーンフィルハーモニー還元楽団によって、 ウィーン中央墓地の十四飼育に埋葬されている。ハンス・プフィッツナーは、没後半世紀を過ぎた今日でも評価が定まっていない。同時代の影響に心を閉ざして、高気ロマンを音楽様式で作曲したからではなく、人間嫌いの傾向や、とりわけ数々の政治的な表明のためである。プフィッツナーは、愛国主義者であることを自認して、第三帝国が終焉してからも、なお、 国際ユダヤ主義こそが人間のあらゆる問題の中で一番の重大事であると言い,い、いずれ解決すべきであるとした。バイマル共和国を求断し、さらにユダヤ人が同国において各界の指導層に進出することを国際主義のレッテルのもとに非難したことが、ゆくゆくはヒトラーやナチスに利用される縁因とな。プフィッツナーがアドルフ・ヒトラーに解決させようと試みたのは、 中んずく、猛烈な、ずうずうしさだった。反対者は、プフィッツナーのうちに、国粹主義や、反モダニズムを認め、ナチスの権力掌握へのプフィッツナーの加担を批判する。早くも1933年4月にプフィッツナーは、トーマス漫画、講演会や論文、リヒャルト・ワーグナーの苦悩と、偉大さ、ライデレン,ンド・グロザ・リチャード・ワグナーズの中で、ワーグナーの様々な、 いかがわしいイメージには国家主義者のダイブル・ジョアジーが刻印されていると論ずるとそれに反対するリヒャルト・ワーグナーのトミューン編の講義プリティスツデア・リチャード・ワーグナー、シュタット・ムーンションの提唱者に名を連ねている。翌1934年にはドイツ国大統領パウル・フォン・ヒンデンブルクの死後に大統領職と首相職の一元化をめぐる国民投票に対して 文化人の声明に署名した。1944年5月には、第二次世界大戦中にもかかわらず、ヒトラーより5万ライヒスマルク以上の贈与金を受けていた。同年8月には、天才名簿、ゴットベグネデイトン・リーストに掲載されただけでく、ヒトラーによって作成された特別リストにも、最も重要な他の音楽家3人と共に、添付のさありとして掲載され、 戦時債務を完全に免除されている。批判者は、プフィッツナーが親しいポーランド総督、ハンス・フランクへの表敬作品として1944年に作曲した、クラッカウの歓迎、クラクワー・ビグラさん作品54を取り分け激しく、非難する。この作品は、行々しいファンファーレ主題が憂鬱なポロネーズと結合された、企楽曲である。 プフィッツナーはこの作品が出版を予定されたり、企画されることのないように、送付を出版社の所有物とし、祝祭の挨拶、ファイアリーチビグラさんと解消することによって、ナチスとの結びつきを引き剥がそうとした。フランクがクラックフでの初演の後で、最も上出来なのは、タン調の早々更新曲の部分だと述べると、当時75歳のプフィッツナーはそれに応えて、と端調の部分は、 赤群がポーランドで決起するところだと返した。それにもかかわらず、霊観数拝者にしてポストルマン主義者によるこの作品は作曲面で最も優れた特質を示しており、しかもモダンな音楽語法の考え込まずに置けないような煩わしさとも多分作曲者が考えた以上に深く関わり合っている。1945年以降のプフィッツナーは、 第三帝国における自分の立場を理想への努力であった曰く古臭いヒロイズムを本気で守ろうとした DN アルトンエロスメストロイ・ベバーレント氏、些細なことに見せかけようと努めた。この点については、特に1946年7月11日付のかつての門人フェリックス・ボルフェス宛の指針を参照。戦後の1947年10月13日、プフィッツナーは ナチスの活動に加担した一級戦犯として起訴された。しかし、ナチス党員ではなかったことなどが認められて、無罪判決が下されたにもかかわらず、プフィッツナー自身は、世間から帰り見られることなく、ウィーンフィルハーモニー還元楽団からの援助を必要と、するほど貧困にあえいでいた。ベルリンドイツ公共楽団の主席指揮者、インゴ・メッツマッハーは、 2007年の東西、ドイツ統一記念日に、プフィッツナーのロマン主義的カンタータ、ドイツ魂についてをプログラムに載せた子により、ユダヤ人中央競技会から避難を浴びた。同競技会副総裁のディーター・グラウマンは、指揮者のインゴ・メッツマッハーは、ハンス・プフィッツナーの、ドイツ魂についてを、 ドイツ島の日にベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会で上演したことによって、人騒がせな方法で国家社会主義への共感を復権させ、反ユダヤ主義者であることを白状したとの声明を発した。つまるところ、ドイツ魂についての上演と再評価は、後日の突発的な出来事なしには済まないというわけで、ある。しかし、アイヒエンドルフの詩による、この作品は、 内容的に、ナチズムとは一切関係を持たない。プフィッツナーは、しばしば最後のロマン主義者の一人に数えられるように、自流に抗い保守的な作風で創作を続けた。創作技術という側面から楽曲を分析的に解釈する風潮を毛嫌いし、作曲の根源は霊感、または着想にあると唱えて、不価値論的な姿勢を取った。成熟期のいくつかの作品では、 調整の浮遊や不協和音の解放、全音音階の活用など、新微医楽派初期の作風に接近した作例も見受けられるが、それを推し進めて、調整を完全に破壊するところまでは至らず、20世紀の半ばまで、19世紀ロマン派音楽様式の伝統を守り通した。とりわけ、シューマンとワーグナーに脂宿したが、いくつかの初期作品では、シューベルトやメンデルスゾーン、 ブラームスの影響も見られる。同世代のリハルト・シュトラウスやシェーンベルクとは異なり、ジャンルの越境や形式の実験を試みてはいない。また、歌劇や歌曲、各種の器楽曲を手掛けてはいるが、公共史には取り組まなかった。ただし、そのように分類し得る楽曲がないという意味ではない。学生時代からピアニストとしても活躍できるだけの演奏技術を持っており、 いくつかの自作は手図からピアノを弾いて初演したにも、かかわらず、意外なほど、ピアノ曲が、数少ない。プフィッツナー作品の特色は、明晰な形式感、複雑だが洗練された、半音階的化声、そしてまず何よりも、魅力的な旋律の探求にある。その点においてもプフィッツナーは、第一にリート作家だったのであり、必然的に、声楽曲が、 プフィッツナーの創作の中心となった。多楽章制の器楽曲でも、しばしば感情な歌謡楽章が作品全体の白美となり、時に他の楽章に比べてアンバランスなほど長大な演奏時間を要求されることがある。例えば、ピアノ三重奏曲作品の第二楽章や、ピアノ五重奏曲の第三楽章を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。